お父さんの知り合いに誘われたことです。小学校3年生です。浜松ガッツ野球少年団です。小学校6年生の時に、1番をつけてピッチャーをしていたことです。浜名中学校です。最後の夏の大会でベスト8に入ったことです。グラウンドが近く、また先生の指導がいいと聞いたからです。キャプテンの方から厳しい声が出ていて、とてもいい環境で野球ができるなと思いました。集中力があり、粘り強い試合ができるというのが一番印象的だと思います。キャプテンとして周りを見て行動するということを一番意識しています。甲子園出場です。